津田京介幼女の足跡静かな雪の夜は幼女の足音もせよ1冬の扇風機あ来るのではなかった佳代子の豪華なサロンに入るなり私は 東京から持ち続けた自分の愚かさが悔やまれたと言っても彼女の態度が不愉快なのではなかったむしろ飛んで出て嬉しそうに私の手を取らんばかりにしていったまあ嬉しい竜介さん来ていただけたわね5年前とちっとも変わっていない美しさ美しい眉キレの長い目 小さくそしてちょっと上向きの花どうかするとひどくコケティッシュに見えるその唇さえ昔のままだったいや人妻となって洗練された虚匠が一層彼女を美しく見せたおかわりなく私は言葉少なにこう言ったがひどくぎこちない感がした江村さんもありがとう。 汽車は混んでいたい,いえ大したことはありませんでしたお疲れなすって何半日や一日の記者の旅すぐお風呂に浸かるといいわ好きなキャビアをとっておいてよ江村宗一にまるで弟にでもするような態度その瞳の色まで違っていた 四十も年の違う果樹園主の根本留七と結婚して青森のこの小さな温泉町に根本氏の病を養いながら引きこもっている佳代子から突然私に「ぜひお会いして話したいことがあるから遊びがてら一度いらしてくださるように」と手紙をもらったのは1月の末だった春の展覧会に久しぶりで雪の絵も出品したかったので 新聞差し絵の仕事も一段落したら行ってもいいと私は返事を出した。と、佳代子の使いだと言って電話をかけてよこしたり切符を届けてくれたりしたのがこの美青年の江村宗一だった君は佳代子さんのと私が聞くと江村は。い、ええ、何でもありません。ただ、ちょっと知り合いなんです。 と顔を真っ赤にして答えたが今私ははっきり彼の立場と私の役割を知ることができた私は友人を通じて彼女の噂を時々聞いていた彼女の条件を全て入れる約束で結婚した根本氏だったが一旦妻にすると病的なほどの隣職と嫉妬それも 一昨年の病気で半身がやや不随になるとそれが一層募ってことごとに彼女につらく当たりむしろ虐待している噂さえ伝わっていた私と彼女とはまたいとこで激しい恋愛の上別れなければならなかった私は年賀状さえ出してはいなかったそれが突然の正体に私は愚かにも おめおめとこの玄関の2月、内地でも一番寒いと言われるこの黒沢高原にやってきたのである。ご紹介しますわ。こちら根本の秘書の石井さん。探偵小説好きで。かよこの後ろから入ってきた青年を彼女はそう私たちに引き合わせた。私は楠本良介。絵描きです。 存じております。奥様からお伺いしておりました。こちらは江村宗一さんよ。はあ。私は石井です。四五日五百回になります。おくつろぎになりません石井さん、お風呂にご案内してくださるといいわ。私たちは部屋着に着替えて湯殿に降りていった。 根本氏の兄が作った別荘でかなり税を尽くしたものだった大理石の大きな浴槽のそばに小さなタイル張りの浴槽があった体の悪い根本氏の療養のもので浴槽には段がなく流し場からの傾斜で浴槽の中に徐々に降りていくようになっていた足の悪い根本氏のため太い真鍮のパイプの手すりがついていた 私たちが風呂から上がってくるとサロンにはもう食卓の用意ができていて洋酒の瓶も23本並んでいた随分冷えますわねずっとストーブの方に寄ってねと佳代子は気を配ったこの地方では60年来の寒さだそうですそれに珍しく雪も少ないんですストーブは真っ赤に焼けていた 月があるのか、空はどんよりと曇ってさら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 と氷片のような粉雪が思い出したように窓ガラスをなぜていた静かですねあまりに静かで気がめいってしまいませんか23倍のコニャックでもう目の縁をぼーっとさせた江村が聞いたええー、もうラジオでもかけないことには 一日中おってもろからシャットアウトされるのよただドアの音だけよもう歌うことはないの私は一方の壁に黒黒と据えられたピアノの方を見ながら言っためったにそれに根本は私の歌なんか嫌がるのよ時々地方の女学校なんかにおいでになって読書をなさるくらいです 青森から放送されていられたとか聞きましたがねふと私は思い出していった「来た当座でしたわそれもごはっと,と彼女は寂しそうに笑った5年前佳代子は日本の楽団で前党を厨された歌手だったリリカルなアルトは多くの人々を魅了した 時には地方の紅太に作曲なさったり、石井も私も酒はいける方であった。コニャック、マラスキノ、スコッチと私たちはコップを開けていった。りょうさん、これも私の持ってきたものを売ったのですのよ。竹の子生活。まさか。沖の毒だが、本当なのです。 とちょっと鼻なんで石井が付け加えた作曲料が入るんでしょう私は冗談めかして言った私は暗い話題から少しでも遠ざかりたかったりんご5箱ってのよそれより面白いのはここの温泉町でお祭りの時私に「のど自慢」に出ろと言いますのよそそらひどい まるであなたを侮辱するようなものじゃありませんかムキになってエムラが叫んだ放送する前だったのピアノのポロンポロンを青年たちが聞いたのねあなたを女学校の余興に引っ張り出したりお祭りの見せ物にするなんて石井さんは順調なのね田舎の人って何も知らないのよ 場所錯誤って言葉がありますね。そんな感じです。白露の無分別なる置きどころってね。石井が酔った声で直した。本当に根本という方は物の置きどころを知らない人ですね。ちょうどそれ。ここのストーブのそばの扇風機みたいに。根本氏が置かせるのだそうですね。 冬になぜ扇風機がいるんですおかしいでしょ突然根本が自分の部屋からここへ来たいと言い出すことがありますのよ老人で秒針なものですから言い出したら待ったなしなの普通は使っていない部屋でしょとても冷えていてストーブに火を入れてもすぐ温まらないので りょうすけさんは北海道生まれだから知っていらっしゃるでしょうけど、扇風機をストーブにかけますのよ。すると、三分の一くらいの時間で部屋が温まりますのよ。2> 2. 人妻の恋映画なんて、もう何年も。 そう言って佳代子は寂しそうに笑って東京に出た時ちょっとのぞくくらいねあなたと失われた週末を一緒に見ましたね石井が熱っぽい瞳をかよ子に注ぎながら言ったそれからみんなは長いこと最近の「セーブモノ」からスリラー映画の話を続けていた佳代子は 秘書の石井から借りて読んだのが病みつきで大の探偵小説のファンになっていただから江村の話すスリラー映画や探偵映画のストーリーには目を輝かして聞き入ったそんな奇妙な帽子をかぶった女を劇場やレストランの客たちがまた町の人々が全部記憶していないなんておかしいわね。 太鼓叩きやバーテンやタクシーの運転手を何したってダメなことよことにアメリカの女の方なんてとても帽子のことになると熱心なんですものそれにあれほど法廷でまで騒がれた事件にあの幻の女の目撃者が一人も現れないなんてその映画探偵映画として落第だと思いますわ アイリッシュとかいうアメリカ人の書いた幻の女の映画のストーリーを江村から聞いて佳代子は熱心に反駁した探偵小説を毛嫌いしスリラー映画などをのぞき見もしたことのない私には点で興味なかったしまたわからないことだらけであった原作だってそうですねあの幻の女が偶然精神病院に入ってくれたからいいもののでなければ あの帽子の主は私ですのって名乗って出られる可能性は十二分にあります出てこられてはあの小説はおじゃんじゃありませんか石井も負けずにそのトリックの誤ビュを指摘したそんなことから3人の間で殺人のトリックについてなかなか活発な議論が交わされた門外漢の私はもっぱら聞き手と酒の方を受け持った そのうち何かの表紙で話が佳代子自身のことに戻り根本氏に戻っていった根本氏は最近私の席を入れようと思っているようなのよお席も入っていなかったんですかびっくりして江村青年が聞いたこのことは私にも意外だった繊細の子供もなく2人きりの生活で 私はもうとっくに入籍されているとばかり思っていたええ私にそう追いつけなさいました秘書の石井が説明したまた今頃になって万一の時財産を譲られるためにです私は財産なんかいりませんわそれに根本は体は効かないのですけど ままだまだ丈夫ですわ。いいえ先日矢田博士が見られまして心臓の方も相当弱っていられるとおっしゃっていましたそういえばさっきから一人で根本さんをお置きになっていいんですか私は心配になって聞いた「私のお友達が見えられますの?」って誘ったんですけれどだいぶおかん無理なのですわ。 でも、看護婦さんと女中がついていますから別に。言いにくいことなんですけれども、とてもひどい嫉妬心の強い方なんです。私なんかにも。石井は深いうに言って口をつぐんだ。二人きりでいてはいけないんですって。この人は根本の遠い親類なんですけれど、そんなことで、 遺言状の遺産相続のこの人の孔を削るなんて言っていますのよそんなに財産あるええざっと見積もって3 5 0 0百万円はございましょうねそれを奥様にお譲りになるようにと入籍の手続きをされるのです私はその手続き前にここを出たいのですよえ なんですって。石井がびっくりして聞き返した離婚していただきたいと思っていますの佳代子の顔から血の毛が引いて青白くこわばっていたどうしてなんです私も聞き返さずにはいられなかった佳代子はつと手を伸ばして江村青年の手を取ると私は この,人のところに行こうと決心しましたのよそれで亮介さんに来ていただいたんです一瞬私の体から血が音を立てて去っていった江村一人を呼ぶわけにはいかずお掌板に呼ばれたことは分かっていたがこれまで佳代子が突き詰めての工作だとはつゆ知らなかった江村もそのことは今初めて聞かされたのであろう しばらくは放心したように口もきけなかったただ佳代子に取られた手をブルブル震わせているだけである石井はじっと恐ろしい目でひとところを凝視しながら腕を組んで作像のように動かなかったどっかで時計の11時を打つ音がした私たち4人は佳代子も離れの部屋に別々に床を取って休んだ 離れにも小さな風呂がついている私は長いこと眠れなかった雪はいつしかやんでいた一時を打つ音を聞いたその時だった忍びやかに誰かが廊下を通りかすかに遠くのドアの閉まる音を私が聞いたのは 三、愉快な巡査部長。誰かの叫び声で目を覚ました。ぎょっとして飛び起きる。夜は知らんでいた。奥様奥様それは絶叫に近い声だった。私は寝巻きのままで廊下に飛び出した。じーんと、 体中に幾千の針を打ち込むように寒さが寝巻きの肌を襲った何どうしたの真っ白な羅舎のガウンをつけて佳代子が廊下に出てきたはい奥様旦那様がブルブル震えながら女中の一人が言った目が 恐怖で飛び出すように見開かれている。かよこもはっと息を呑んだ。ど、どうしたんですえむら青年も石井秘書も廊下を小走りにやってきた。はい、だ、旦那様が、亡くなりました。女中はそう言って、ヘタヘタと冷たい廊下に座り込んで、 顔を覆ったえ根本さんが!?》はいお湯殿でゆ湯殿だって江村が真っ青になって聞き返したあはい滑って頭をお打ちなさいましてまあ佳代子は行ったきり両手で顔を覆った。 そこへ廊下を渡って看護婦のある木が。あの、矢田先生にお電話いたしましたけど。彼女の顔も別人のように引きつっていた。私たちはカヨコを先に立ててユドノに降りていった。はぁあなた真っ先にユドノに入ったカヨコは、叫ぶように言って、 そしておえつをじっとこらえた湯気のいっぱいこもった湯殿の中はもことして一寸先も見えなかったそこに悲しい根本氏の死体があった死は例のとおり早朝の入浴に来て滑らかな傾斜のタイルに不自由な足を取られて倒れたものであろう半ば浴槽に足を浸し 後頭部からわずかに血を流していた私たちは寝床に彼の死体を運び入れて医者の来るのを待った30分もすると表に馬ぞりの鈴の音がしてもう70近い白髪の強度の金眼鏡をかけた矢田博士が入ってきた「お奥さんご主人が亡くなられましたって?」。 眼鏡を取って湯気で曇ったレンズを拭きながら博士は目をしょぼしょぼさせたおーお客様ですねメガネをかけ終えた博士は私たちの顔を順に見回したええ奥様の御親類の画家の楠本さんとお友達の江村さんとおっしゃいます迎えに出た石井が紹介した お東京から矢田氏は私たちに挨拶しながら病室に入って佳代子と荒木看護婦に代わる代わる発見当時の模様を質問していた一応死ですから、届けなけけなればいけませんね。丁寧に根本氏の体を見ると矢田氏はそう言って立ち上がった。 現場はそのままにしてございましょうねええちっとも手をつけてはおりません石井が答えた亡くなられたのは脳震盪と心臓麻痺ですが危ないからどなたが一緒に入るように注意してたんですけれどもねええでもあの通り頑固な人で 人と一緒に入るのを嫌って荒木さんにも湯殿の中までは入らせませんでした本当に頑固でしたからねえいやちょっとお電話をと博士は立って談話室に入ったがすぐ戻ってきて「警察でも私が見たのなら」と言ってくれていますが念のために司法主任に来てもらうことにしました 気を悪くなさらんようにいいえ別に佳代子は小さく言ってじっと自分の手に目を落とした司法主任の巡査部長は間もなくやってきて「よー矢田先生がご覧になったんですからなにいいんですよ」とその体のような大きな声で言いながら上がってきて 本当にお気の毒なことをしました。と、軍隊式の敬礼をし、かよこや石井に悔やみを述べてから。でも、一応現場を見せていただきましょうか。私たちもついて風呂場に降りた。うん。ここでどんな格好でなるほど、なるほど。荒木の説明を聞きながら、 この人のよさそうな図体の大きな巡査部長はそれでも湯殿の見取り図を取るのであった朝の5時10分ごろあまり風呂が長いのであんたが見に来たとそれから奥さんを起こしたんだね奥さんはどこにああ離れに休んでいたああお客さんたちの接待でで、ね この母屋には昨晩はあんたと女中さんのとしさん母屋と離れの間には毎日情をかけるあなたがかけた鍵はそれが一つけさ見たが異常はなかったんですね途切れ途切れに聞きながら手帳に克明にノートしているここのドアは と巡査部長は脱衣場からすぐ小さな庭を通って離れに通ずるドアのノブに手をかけるとそれはスルスルと開いた今後は鍵をかけない昨日掃除したまま忘れていたのですわと佳代子が引き取って説明したなるほどだが外には雪が2寸ほど積もって 誰も歩いていてませんな。まさか殺人なんてことはないでしょうが一度調べてみんことにゃこれでは探偵小説家の喜ぶ密室ってやつですなもちろん殺人事件であればですがね彼はこんな冗談を飛ばしながらスリッパのまま庭に降りて足でそーっと上の雪を描いてみた。 雪はさらさらとまるでそっと宝山松を置いたように少しの風にも舞い上がった私の体をおかんに似たものが走った旋律が背を貫いて通るおや大変お顔の色がお悪い巡査部長はバタバタと足の雪を落としながら私の顔を覗き込んだ よこがそっと座を外して出て行ったええ昨夜遅くまでちゃんぽんでやりましてね二日酔いというところなんですおおそれはそれはしてあなたはここの夫人の親類ですなるほどなるほど何か夜中朝方 お聞きにならなかったい,いえ別にあの夜中のかすかな足音を思い出して私はゾクッとした根本氏が亡くなって一番得をされるのは誰です一瞬人々はハッと固唾をのんだハッハハハハご心配なく 殺人事件ですとね。差し当たり本書の警部あたりがこんな尋問をやらかすことでしょうな、というところですよ。はっはっはっはは。石井君に感化されやしてね。この頃大の探偵小説ファンになりましてな。ふ <laughs> ふ夫人がいちゃ、こんな冗談も言えませんがな。くすもとさんとおっしゃいましたね。 あんたなんか今流行の探偵小説はお読みになりませんいえ少しも私の脇の下を冷たい汗が流れていった4盛岡の駅で根本留七の葬儀は滞りなく終わって 私は東京に帰ることになった佳代子は休養ができて私より一日先に盛岡に立っていた沼崎の駅で二等車に入っていくと「おお楠本さん今日お帰りですか?と」と矢田朗博士に声をかけられた先生は「東京までですよ。 こりゃあいい道連れができましたねさあさあ開いていますよ2二人はしばらくの間青森の話冬の話温泉のことなどを語り合っていたが「さあそろそろ夕食の時間ですよ一杯いかがです」と博士はウイスキーの線を開けながら私に勧めて ちょうどいいところでした。くすもとさんに聞いてみたいことが一つあるんですよ。はははは。酒で酔わしてですか。旦那寺食わしておいてさてという。はっはっはっは。と、老博士も笑ったが、ふと真顔になって。実は、 根本さんの死因なんですがね。とじっと私の目の中をのぞき込んだ私は背中を氷の刃で貫かれたように感じた根本氏の死因って先生がお書きになった心臓とと私が言いかけると博士は手を振ってここだけの話ですがね。 根本さんとは私は古いつきあいでしたよそして奥さんのかよ子さんともではあの死は私ははっとして思わず言ってしまったええ、病名はそうですがと博士は持ったコップの琥珀色の液をじっと あの根本氏の滑って転んだのは誤って転んだのではなく滑る原因を作った人がいたのですほうたぶんあの浴槽の真鍮製のパイプに仕掛けをしていたのでしょうねどんな年季でも 通じておきやしないか私はハッと思い出したことがあったあの前の夜サロンで3人の男女が探偵小説のトリックを熱心に話し合っていたことだったそれは「13の怪談」という探偵小説であった心臓の悪い電気の嫌いな老人を殺すのに 階段の手すりとステップの滑り止めに電流を通じておきフロ上がりの濡れたスリッパをはかして墜落惨殺する方法であった根本さんも電気を嫌っていましたよ一般に心臓の悪い人にそんな傾向がありますがねでは一体誰なんですその電気を通じたのは さあ、誰だ,だったでしょうね空とぼけた表情で矢田朗博士はまたしても私の目を覗き込んだが強い金眼鏡の奥の瞳は私の心を刺すように光っていた私の心の中を恐怖が真っ黒い雲のように覆った だがね、楠本さん、誤解しては困る。私は一階の老介用意で、検視官でもなければ、検察官でもありませんよ。あの事件を摘発するくらいなら、死亡診断書にはああは書きませんでしたよ。ただね、一つの疑問を評価させたいと思いましてね。犯人は誰だったのです 犯人とんでもないまた言いますがね、私は犯人を探しているのではありませんよ。犯人は警察で決めることであって、私はただその人を知りたいのです。昔から何がしが死んで、 誰が一番得をするかですね動機はあの夜の四人それぞれあったでしょうねおおあなたも博士はびっくりしたように顔を上げたええ私も。 かよこさんの幸福を小さい時から一番願っていたのは私でしたからね。なるほど。江村くんはかよこさんを愛していました。かよこさんも根本氏と離婚してまで江村くんと結婚する意師でした。秘書の石井くんも財産のことで根本氏の死を願っている一人でした。ところが、あの浴槽の手すりは、 12時半ごろまではなんの異常もなかった。看護婦の荒木と女中のトシが入ってあの浴槽を掃除したのですから。そのあと、誰があの浴槽に入ったかということなんです。あなたは夜中に何事も見聞きしなかった。 恐怖が全身を包んをだ。もし汽車の中でなかったら私は大声を上げて逃げ出すか彼の喉につかみかかっていたであろう「あなたは知っていられる」博士の声が雷のように私の耳を打った私は聞いたのだ廊下を忍びやかに通り ドアを開けて出て行った足音をああ矢田博士はそれを知っているのだあ足音を聞いたのですそれからドアの閉まる音私は喋ってしまった全身が氷に包まれたようにガタガタと震えたお顔の色が悪い さあ、ぐっと干して。博士は私のコップに酒を入れてくれて、足音。とじっと考え込みながら、あの夜は少し粉雪が落ちていた。が、風もなく静かな夜でした。あの別荘のあたりでは、 何のものと一つしなかったでしょうね。新経校のロメイという人の俳句にこんなのがあった。静かな雪の世は、幼女の足音もせよ。ここらのあたりには、まだ雪女の伝説が残っていますよ。では、その足音は誰なのです本当に。 あ博士はふとずるそうに片方に笑みを作りながら「あの電流の装置を朝になっていち早く取り除きに行っても怪しまれない人」私はあの日の湯気がいっぱいに立ちこめていた湯殿を思い出していた「あの」 一寸先の見えない湯気の中にその4人のうち誰が一番先に入っていかれました私は絶望に全身が氷のように冷たくなっていったですがねえ楠本さんあの離れから脱衣所のドアまで来るのにどうして 降りやんだ雪の上に足跡を残さず歩いて来られたかという疑問なんですよ。ケーブルもなしに飛んでは来られず。雪には跡がつきましたよ。後で消したんです。と、私はやっと言った。バカな。 どんな方法で雪をもってきて。はっはっはっは雪を知らない人にならねえそれでとおるでしょうが雪の中で生まれたわたしですよくすもとさん。あの庭の雪はそらからふった自然のままの雪でしたよ。ええ。 空からかったんです。だって雪はやんでいましたよ12時以降はふらしたんですハハハハ忍術を使ってねとろうはかせはわらった「先生あの雪質はどんなふうでした?」。の寒さで、 パウダーでしたよサラサラした離れの低いひさしにもそれが積もっていましたよ少しの風にでも粉のように舞い上がるで、ね、私はあのサロンの扇風機を使ったのです記者は 静かに盛岡の駅に入っていた亮介さん弁当を買いに窓を開けた私の耳元で佳代子の声がしたおお佳代子さんちょっと降りてくださいな私たちは並んで長いプラットホームの端まで歩いて行ったうちゃん くるりと向きを変えると、かよこは、ひたと私の胸に取りすがって。堪忍してな、何をです雪の、私の足跡。私は夢中だったの。りょうちゃん、私は、あなたにすまない。彼女の目から、 涙が粒になって頬を伝わった。発車合図のベルが鳴っている。財産は全部少年保護士の仕事に寄付したわ。私は何もいらない。あの人と裸になって苦難の道を行くつもり。勘忍して、りょうちゃん。彼女の冷たい唇が ひたとわたしのくちびるをおうた。かのじょのうつくしいベーゼ。さいしょの。そして。さいごの。